はい、どうも、こんにちは、しげぞうです。まあ、この間ですね、また竹馬動画をやりましたけれどもね、チャレンジで、永長の茶樹階段を登ったんですけれどもね、まあ、筋肉痛で、もう次の日筋肉痛でちょっと、もう一日こう、ターミネーターみたいな動きね、ロボットみたいな動きで、思うように動かなかったんだけどね、まあ、やっともう、こう、また、2日過ぎて、動くようになりましたね。この今形になってからね、 YouTube 発信始めてからですね、まあ、4月からかな、始めて最初一人でやってたんですけれども、こう、まあ、カメラマンのリュウさんが、まあ、参加して、協力してくださいましてね、まあ、今2人で外のチャレンジ動画も、まあ、たまに撮ってますね。鹿児島薩摩の少年時事、ということでですね、まあ、標準語喋れないから、まあ、鹿児島弁でこうやってるんですけどね、まあ、普段の普通の会話みたいな感じでね、普通の会話通りにね、で、まあ、鹿児島弁とこうキーワードに入れて、まあ、発信してるんですけれどもね、やっぱりこう YouTube をご覧の皆様は分かると思いますね。こう、自分が普段見てる動画を見てたら、こうその関連の動画が出てきますね。で、まあ、自分もこう発信もしてますけど、見るのを見てますね。で、やっぱりこう鹿児島弁関連の鹿児島という、関連キーワードで発信したり見たりしてる中でですね、やっぱりこう鹿児島弁関連、鹿児島関連の動画がこちらの方にね、こうずらっと出てきて、まあ、見てるんですけれどもね、まあ、プロのね、アナウンサーの方ね、まあ、某テレビ局のアナウンサーの方なんかがこう発信してる動画とかもね、ありますね。またそちらの方もね、よかったら見ていただければ。まあ、ちゃんとしたね、まあ、プロの方たちは、ちゃんとしたこう鹿児島弁、昔からのこう鹿児島弁ですね。まあ、綺麗な鹿児島弁、単語、この解説とかを、まあ、やってるチャンネルもありますね。やっぱりこう関連動画が上がってきますのでね、まあチェックして、我々のは、俺なんかのはもう普通のこう鹿児島弁というよりも、鹿児島なまりでただ喋ってる、生まれてからこうずっと使ってきたこのイントネーションとかなまりね、単語とかもそのまま普通に喋ってます。もちろんその標準語とかで、発信するというのはもうできませんからね。まあそういうことをやってたらね、とてもじゃないですけれども、取り直しで、発信、いつまでたっても発信できないと思いますね。で、まあこの、まあその鹿児島関連の動画が上がってくる中でですね、まあ自分が見てて、ちょっと気になったのはね、鹿児島県出身の歌手でね、まあまあ今やもうスーパースターですけど、長渕剛さんっていらっしゃいますね。方の騎馬ヤンセっていう歌があるんだけど、騎馬ヤンセという題名の、もちろんこの中身の歌詞も鹿児島弁になってますね、あれはね。で、まあ我々鹿児島県人から見たら、聞いたら普通に聞こえてくるんですけれども、全国ですからね、まあ方もちろんもう全国的なスーパースターですしね、まあ出身は鹿児島県の出身の方なんですけれども、キバイヤンセという歌詞をですね、いろいろこう鹿児島の方が解説して、まあ標準語でこういう意味なんですよっていうのをこう解説する動画とかも、まあ見受けられてですね、まあ何名かですね、まあその YouTube でこう解説して発信されてる方がいらっしゃいましてね、まあそれが出てきました。まあそれを見てですね、まあなるほどなって、やっぱり我々はもう普通にこう耳に入ってきて普通にこう解釈できるんですけれども、ね、標準語を普段使われてる方、鹿児島県人でない方、理解できない方も、意味のわからない方もいらっしゃるんだなと思ってね、まあ、逆にこう普通の歌をですね、いろんなこう流行歌を鹿児島弁で歌ってみましたとか、変えて歌って出してる YouTuber の方もいらっしゃってですね、まあ面白いなと思ってね、A を B に変える人もいれば、 B を A に変えて発信する人もいると。こう標準語を普段、使われている方なんかはね、まあ、全国こう言葉違うと思いますけれどもね、意味わかんない方がいらっしゃるんだなと思ってね、これをね、まあ、普通に、解説じゃなくて即興でね、標準語に変えながら歌ってみようかなと思ったのよ。
うん、突然ね、こう、まあ結構何名かこういらっしゃったもんですから、解説動画をしてる方はね、ああ、わからない方もいらっしゃるんだろうなと思ってね。じゃあこれ普通には、まあ標準語に変換して、まあ自分なりの解釈ですけれども、あれはまあ、歌詞は聞いてる中でですね、鹿児島弁なんですけれども、鹿児島弁っていうのはこう聞く解釈をする人それぞれに、まあ、微妙にですね解釈が違うと思うんですよね。まあそれその中で、まあ、自分なりに俺なりにマシゲゾーなりにあの歌を聞いて解釈してそれをまあ標準語で歌えばこういう感じにの歌詞なんじゃないかなとね、いうのでね、ちょっとまあもう歌った方が早いんじゃないかなと思ってね、ちょっと歌ってみようかと思って即興でねこうあの歌詞をまあ、変換しながら、鹿児島県人というのは標準語は分かります。もちろん、まあ、皆さんテレビとかね ラジオとか、まあ、いろんな情報で、まあ、標準語で入ってくるわけですから、まあ、だけど発信するのはねなかなかこう標準語に変えて発信するっていうのがないですね。もう普段の生活の中では、もうこう田舎の人は田舎弁でそのまま我々ね鹿児島弁で普段こう生活して喋って、コミュニケーション取ってますからね。これをまあ普通に標準語に、変換した場合はこういう、感じじゃないかなというのをね歌った方が早いだろうと思ってね、これまあ鹿児島県人の皆さんだけがこのしげチャンネルを見てるわけでもないでしょうからね、まあ、ちょっとねやってみようかと思って、やることねえから、ちょうどサングラスもありますからね、まあ、長渕剛さん風にね、あれをキバイアンスを、標準語で、やったら、こういう意味じゃないかなで、まあこれはね俺なりの解釈で、歌詞変換ですからね、まあ聞く人聞く人その時の感情によってね微妙に違うと思うんですけどね、まあ、ちょっと即興ですからこう考えですから、とちったらごめんなさいね。とちったら気張れ気張れ気張れ土下座してやらんといかん国家よ、おいにもわいにも一つくらいあるわ。どうしてもやらなきゃいけないことがね、俺にもお前にも一つくらいある。わかるかな、こうやったらわかるやろう。臆病者のくせにいつもカッコつけてる、あんなみっともねえ真似はできねえ、前向きポジティブに生きていこうよ、誰にも文句は言わせないぜ。こんな感じじゃないかなと、まあ、まるこれは俺の解釈で俺の発想ですから。頑張れ頑張れ頑張りなさい、一度くらい死ぬ気で頑張りなさい。2番。泣きたくなったら俺ん家へ来い、バカにされた時にはお前も向かって行けよ、俺たちの生き方は理解されない、だけども譲れないこともある。前向きポジティブに生きていこうよ、誰にも文句は言わせないぜ。かな、いけすかねえやつならぶん殴ればいい、負けたら頭を下げればいい、寂しくなったら歌いなさい、俺にもお前にもいろいろある。ポジティブに生きていこうよ、誰
誰にも文句は言わせないぜ。前向きポジティブに生きていこうよ。誰にも文句は言わせないぜ。一度くらい死ぬ気で頑張りなさい。頑張りなさい。一度くらい死ぬ気で頑張りなさい。決まれ決まれ決まいやんせ。一度どうは決心がき決まいやんせ。山川越山弁の方歌いやしね。決まれ決まれ決まいやんせ。一度どうも決心かけ決まりやんせ。はい、まあこういう感じじゃないかな。長渕剛さんすいませんね。もう これね、もうあの著作権侵害とかね、クレームとかね、もし来た場合はですね、もう即座にこの動画は削除いたしますんでね、まあ、とりあえずですね、長渕剛さんの気配やんすよね、まあ、標準語で変換してしながら歌ったらちょっと考え考えやったもんですからね、とちったところもありましたけどね、ということでですね、まあ、気配やんすよ、ちょっと標準語に変換して歌ってみました。じゃあ皆さんまたお会いいたしましょう。しげぞうでした。また鹿児島弁で次回からも頑張ります。さようなら。カット。